大阪市立倍工小学校は、大阪市この花区にある公立の小学校。新旧学生を挟み、周辺の学校と何度か統廃合をしている。現在へ、直接つながるルーツは、都市部へ人口が集中した高度成長期に、児童数、約2600人の超モス校だった四冠島、小学校から独立したことに始まるが、ほどなく、本校も、 同様の長万息子となり、春日ガ小学校を分離することとなった。現在は児童が減少し、児童数200人前後となっている。1925年に大阪市外交人上小学校として開校した。しかし地域が戦災被害を受けたため、終戦直後の1946年、大阪市旭国民学校及び大阪市中春日ガ国民学校と共に、 大阪市春日出国民学校へ統合されて、休校となった。さらに、翌1947年の学生改革により、統合先の春日出国民学校は校舎を、新生大阪市立この花第一中学校へと、校舎を譲ることになったため、大阪市立四冠島小学校へ統合されて、廃校となった。現在の校区にあたる地域は、大阪市立四冠島小学校の校区に、 編入された形になった。また休校中の売校小学校敷地を使用し、1950年に大阪市立売校中学校が開校している。地域の復興により、1954年に大阪市立四冠島小学校、売校文校として学校を再開した。翌1955年に大阪市立売校小学校として独立校となった。ありがとうございます。